さあ今日は香川県は高松駅にやってきました。今日はですね、これからゲストをお呼びして、ここ香川県内を走る琴電琴平線を舞台にスゴロクの旅というものをやっていきたいと思います。今回のゲストはですね、共同でこの迷彩チャンネルを運用しているゆうきです。では早速ですね、琴平線の始発駅高松築港駅に向かいたいと思います。というわけで3分ほど歩いて着きました、琴電高松築港駅です。この後9時ちょうど発の列車からすごろく旅を始めたいと思います。ここですごろく旅のルールについて簡単に説明します。基本的なルールは普通のすごろくと全く同じですが、土地駅にご覧のようなミッションが設定されているので、それをクリアしてから次の駅へと進むことができます。折り返す場合も含め、当たった駅では必ず下車しなければなりません。早速回していきますか。やるか。ちなみに何番がいいですか。とりあえず1でしょ。まあ、僕とりあえず2は避けたいですね。2は避けたいね。2と6は避けたいし、ね。うん、2、6以外。嘘だろ。マジか。嘘だよ。え、だいぶ直撃じゃねえかよ。もうせっかく入ってきたのに。お金乗ってていいですか。ダメです。さあ回していくんですが、2人でね、ルーレットのアプリが全然違うっていう、それはさておき、何か出るかな。3、そんなに悪くはないですね。さあ9時発の列車が入ってきたので、僕はこれで大田駅に行って河原町に戻って、長尾線で学園通りまで行ってきます。さあ、琴電本社行きますか。ここが琴電、すなわち高松琴平電気鉄道の本社です。意外とね、栗林公園からちょっと遠いみたいにメリから聞いてたんですが、全然そんなことはなく、すぐでしたよ。すぐそこ、駅の目の前でしたね。なんか本社だから中に何かあったりするんでしょうか。いや、ないですね。柵が閉まっていて普通に入りません。なんもないです。このまま帰りましょう。にしても近かったですね。この距離ですよ。真正面、道を挟んでいるだけです。ところで、ミリの運が良く、大田で反対列車に乗り換えることができていると、もう次の築港駅に乗ってるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうね。タイミング良すぎる。さあ学園通りに着きました。なんか煽りのラインが来てますが、無視していきましょう。今が9時54分なので、今はこれですね。で次14分20分後に来るので乗っていきたいと思います。もうね、ベルシティって、ね、すぐそこにあるんですよ。もうここなんですよね。もう空いてるっぽいので、まあ10時からだったら10時から入ればいいっていう話なので、それでも14分間ありますからね。早速ちょっと行ってみようかなと思います。はい、丸吉センター行ってきました。さすがに、ね、何も買わずに出てくるわけにはいかないので、アクエリオカルピスを買いました。じゃあね、あと10分ぐらいで電車来るので、そこまで待ちたいと思います。3、いやもう何番でも一緒ですね。回していきます。1ってなると栗林公園ですよね。本社前へ行け、なんかすぐ行けるっぽいので行きます。学園通り駅なんですけど、実は長尾線の中ではまあまあ新しくってですね、ここから歩いて5分ぐらいのところに三木高校っていうのができたんですね。高校に行くためにできた駅がこの学園通り駅になってるんですね。新しい駅です。で結構学生さんの利用も多いですね。
にしても天気が良すぎる。これでも台風が結構日本の真下まで近づいてきてるんですよね。なんかあのパンダみたいな名前の台風が来てるんですけど、さすが香川県です。めちゃくちゃ晴れてます。さあ、ちっこ行きの電車が来たので琴平線に復帰します。駅琴平線乗り換えて栗林公園まで行きたいと思います。長尾線はね、河原町と筑後の間が2マウンテンになっています。さあ、じゃあ琴平線2番乗り場乗り換えていきます。さあ、一駅隣栗林公園まで行きます。そしたら本社にも行ったことでシルエットを回しましょうね。まあとりあえずね、何も考えずに。に、薄いしメリケン屋でうどんを食べる。まあ。お腹はね、今ね、ちょうどよく空いてるので、悪くはない。ミリが実行駅に大田ですぐ乗り換えれたのか15分待ちをしたのかはよく分かんないんですが、そんなことよりね、メリケン屋に行くんですけど遠いよ。あのね、不正してね、よりによってチョイスする場所ではないんですよね、メリケン屋。位置的に着きました。着きはしましたよ。いやー、怖いんですけど、これ営業してますかね。今の時間がね、9時50分、午前ね、午前9時50分です。私はお腹が空いていますが、こんな時間、営業中。食べ終わって店から出たんですけど、これあれじゃないですか、昔高松駅にあった連絡船うどんのこんなところにあるんですね。石駅に戻りましょうか。次に来るのはね、ちょうどよく一宮駅なので、できれば一宮に行きたい。6ってことは岡本か。なるほど。次に来るのは一宮駅なんで、一本逃さないといけないんでね、ちょっと待合室行きますか。待合室の方が涼しいからね。さあ、もはやね、なんかすごろくっていうかね、ただの琴電琴平線途中下車の旅と、そういった感じになっておりますが、途中下車の旅っていうか、うどん食い倒れの旅だよな。まあいいや。っていうのは何かっていうと、岡本はね、4番の満塁ホームラン、阿波川駅周辺でお昼ご飯を食べるとのことでして、4進むですね、つまり。で、綾川に行くと何が起きるかと言いますと、綾川イオンでうどんを食べる。あれおかしいな、さっきうどんを食べた記憶があるぞ。まあ、でもってね、この岡本で30分待ちですよ。一宮から南は30分に1本しか列車がないからね。ところで今ミリは何をしているんでしょうね。さあ、栗林公園駅着いたので本社前に行きますと言いたいんですが、
着きました。ここです。もう渡る必要もないですね。これでいいでしょう。15分後の電車で乗ります。次行きます。じゃあ次は4なので4つ進んだ仏性山で3本見送っていきます。正山駅に着きました。車両工場の列車を見過ぎて3本見送るということで、ちょうど1時間ですね、見送っていきたいと思います。この1100型すっごい綺麗ですね。多分検査開けてそんなに走ってないんでしょうね。でお題にもある通り、この仏性山には工場が併設されていて、一度線以外の車両はほとんど見ることができます。これ1070型ですね。車両交換待ちの車内なので誰もいないので、ちょっとここでサイコロ回したいと思います。また仏性山なので、まあまあどこ出てもいいでしょう。6、博多駅からしが丘に一駅戻って、結構また時間かかりそうなんですけど、まあ、まずは3本流さないといけないんでね。そこからです。車内がまだ誰もいないのでエアコン代わりに使わさせてもらってます。ただこの列車1本目に逃す列車なので、まだまだ出発はできません。さあ仏性山駅の反対側にやってきました。これね、ここまでは全然公道なので入れたんですけど、ここから先はもう今では入れないようになっています。いやいいですね。にしても今日本当にいい天気ですね。でここにある、ね、車両たちも古いんですが、その反対側のここにあるですね、この120と書かれたやつ、これデビュー対象のやつですね。 2,3 年前に営業って終わっちゃったんですけど、当時の、ね、動画も過去に投稿してるので、ぜひよかったら見てみてください。今はもうね、事業用車両として残っています。まあ、だいぶ表面もちょっとね、塗装が剥げたりはしているんですけど、事業用車なので仕方ないですね。仏性山にもいなかったし、不正市でも別にすれ違わなかったけど、不正市でもね、待合室にいる間に降りてうどん屋行ってる可能性がワンチャンあるよな。うどんをね、綾川とかでこの後食べますから、そんなこと言ってる間に抜かされる可能性は全然あるんですよね。これミリがね、河原町から栗林公園に行くことに成功して、これができている可能性がワンチャンあるんで、抜かされてる可能性あるよな。暇なのでね、この後の築港行きを、行きのね、あの辺から撮りましょう。23号が現役だった頃にね、一回撮りに行きましたけど、それ以来ですよ。他にね、好きな車両を一つあげろと言われたら、ことでんでじゃないですよ。すべての車両の中で、好きな車両を一つあげろと言われたら、23号かな。23号が一番好きだと思うな。駅に戻ってね、綾川に行きましょう。綾川で降りました。あそこに見えているね、綾川イオンに行きます。花丸うどん行きます。
さあルーレットの時間ですね。正直ね、綾川から先はそんなに変な駅はないので、ただ岡田狭間園内の3駅はね若干嫌なので、3以下だな、3以下が出てほしい。ああどうだ、素晴らしい3ですね。一番いいところが出たぞ。これは順調すぎる。博多駅、さあ次はこれ博多まで行きます。というわけで博多に着きました。やばい、時間がない。9分後にね、折り返しの列車が来るので、それを笠ヶ丘駅で狙いたいと思います。ただね、マップによると13分かかるらしいので急ぎたいと思います。ストップガードしっかり通っていきます。あと4分、いける絶対いけるはず。この信号を渡りたい。なんかね、マップによるとここを右に、ここを歩いていけって書いてあるんですけど、絶対ここ私有地なんで、ちょっとやめときます。あれを撮りたかった。でもね、私有地入って捕まれるマシなんで歩きます。いや、着きました。金子が丘駅、結局13分、マップ通りかかりましたね。最近なんかエレベーターもついたっぽいので、ちょっとせっかくなんでこれで行ってみます。あんまり涼しくなかった。確か去年ぐらいにつけられたんで、まあまあ新しいですね。で今が12時48分なんで、さっきはこれが行きましたね。なので次は13時1分のやつでミッションをクリアして、31分で琴平方面行きたいと思います。でもう今のうちにサイコロ行きます。疲れた。4と今ここなので、1、2、3、4、滝宮天満宮で今後の運勢を知るということで、はい、次は滝宮まで行きたいと思います。素晴らしい3ですね。一番いいところが出たぞ。これは順調すぎる。このクリックマでのミッションはね、メリークリックマス線路脇の道路から列車の写真を撮れ、ちょっとねふざけた文章が書いてあるんですけれども、まあ要するに線路脇の道路から列車が来たら撮ったらいいと。で、ね、乗る必要のない直行行きを撮れば時間も30分で済みますからね。全然ミリに合わないんですよね。あいつ何してんの。ずっと学園通りにいるんじゃないだろうな。さあ、じゃあね、あと5分ぐらいで列車来るので、ミッション達成のために跨線橋ここですね、ちょっと移動していきます。風橋っていうんですね、ここ。ちなみにここは町民バスの乗り場も綾川町が運営しているやつですね、もあります。お、来ました、来ました。1200型ですね、琴平行きです。いや、いいですね、この新しくなった片瀬ヶ丘駅と一緒に撮れるのは。
ちなみにこの道なんですけど、国道32号なんですよね。すごくないですか？二桁国道ですよ、二桁国道。四国にはね、11号と、あとなんだ、22とか33とかそんな感じ、33じゃないな、55かな、忘れましたけど、まあ、まず四国を一周するように二桁国道3本がね、連なってるんですよ。だいたい11の倍数だった気がするんですが、理由は知りませんけど、たまたまでしょうね。二桁国道が他に四国にあったなんてな。昔はね、この琴平街道を高松から琴平まで行く琴平線というね、琴電バスの路線があったそうですよ。さあ、今いるのがね、18番栗熊ですから、4以上が出るともうゴール、琴電、琴平。3以下なら、岡田の場合よくわからないんですが、少なくとも1以上で割るでしょうね。下手したら33とかじゃないかと思うんですけど、まあ4ならね、全然4でも2時間だからな。岡田は止まりたくないですね。次、狭間駅前の大池を徒歩で一周せよ。大きさがいまいち分かってないんですけど、30分で一周できれば1本待つだけで済むんですが、それ以上かかってしまうと、まあ1時間ぐらいのロスになってしまう可能性があるんですよ。で、えないは本当に出ないでほしいですね。えないだけ病院に行く、かっこ滝の宮駅に戻る、ふざけるなとね。まあ滝の宮だからいいけどね。だからあれなんだよね、綾川って今回唯一でどう頑張っても一度しか通れない駅なんですけど、まあ、とにかく4以上だね。4以上ならもうゴールだもん。スタート。頼め、頼むぞ。嘘、ちょっと待ってちょっと待って1 ちょっと待って、ここまで相当順調。ちょっと待って大丈夫これ、下手したらこれ龍馬いけますよ。さてさて、緊張の瞬間がやってきましたよ。何かというとね、阪神の順位を調べないといけないんですね。出た、 3？ これマジ3なの？3なのか、多分これ3ですよね。一番上のも3番目だしね。マジか。3本見送ると30分後に1本目が来まして、1時間後に2本目が来まして、1時間半後に3本目が来て、2時間後の列車にやっと乗れるんですね。ただ岡田でいる間に抜かれさえしなければ勝負には勝つんじゃないかな。まあ勝てるでしょう。なんとおみくじの結果は大吉でした。けどなんかこの試合負けてそうなんですけど、まあ明日以降ってことですね。では滝の宮駅に戻ってサイコロ回したいと思います。阪神タイガースの順位を調べ、その数字分だけ列車を見送る。多分これ3ですよね。1回30分待ってちゃうと、なんだこれかける2かっていう気がしちゃいますが、
違うんだよな。あと2本見送って、さらにもう30分待たないと乗れはしないんだよね。列車は多分ミリは乗ってなかったですね。スウェーで6引いて、空港通りで実行に戻るをやってる可能性もありますので、ね、全然あります。むしろやっててほしい。それで、片原町に着いて、ジュースをおごっといてほしいですね。あと2本の列車に乗っていなければ勝ち確かな。さあ、じゃあサイコロ回していきます。6、お、いいんじゃない？いいんじゃない？今がここなので、1、2、3、4、5、6、お、一気にゴールまで行けることが確定しました。よし、次の列車で終点まで行きましょう。彼は今どこで何をやってるんでしょうかね、わかんないですけど、なんとなくとっくにゴールしたんじゃないかっていう気もするんですけど、まだ連絡がないので、岡田で止まっていたりするのでしょうかね。でも僕はもう琴平まで行けることが確定したので、このまま琴平行きの電車を待ちたいと思います。着いた。はい、というわけで着きました。琴電琴平駅です。いやー、着きましたね。出発から約5時間37分で到着することができました。で、ね、まだてかさっきですね、岡田駅で勇気を追い越したので、これ完全に僕の勝ちですよね。雨降り出してもお空も僕の勝利をね、祝福してくれてますよ。これ完全に勝ちましたね。さあ、というわけで、ちょっと、おそらくまだ岡田駅で待機してると思うんで、ちょっと電話をかけてみたいと思います。
これでもうあと1時間待てばね、琴平に行きますよ。ルーレット次第だけどね、次のルーレットが最後のルーレットになるといいんですけど、さっきの列車も多分ミリは乗ってなかったね。よく見えなかったけど多分乗ってなかったですよ。とはいえね、またもう一本見抜かれるわけだからな、さすがに乗ってる可能性がありますよね。ああこんな時にレトロ電車の特別運行でも走ってきてくれればね、それで一本見送った感とかできるんですけど、あの観覧車動いてますか？止まってるとしたら絶対に原因は強風だと思うんですけど、台風近づいてるからね。これで3本待ちましたんで、次の列車にはいよいよ乗ることができます。こんなんで2時間って潰れちゃうんだなっていう衝撃がちょっとあるんだが、それはさておき。いやー最後のルーレットですよね、最後の各駅停車。まあこれでもね、出ないが出る確率が6分の1なんでね、多分もう大丈夫。狭間で降りました。狭間のミッションはね、大池の周りを一周せよと。大池とはもちろんこの狭間の横にあるこの池のことなんですけれども、これを一周に30分以内で一周することができれば、狭間のロスは30分で済みます。そしてさっきの列車にもミリは乗っておらず、この狭間からも乗ってこず、そして30分で済めば悪くとも同着で済みます。いや、えないが出なければの話なんですけどね。それにしてもほんとクリクマから1しか出ないんだよな、嫌な予感がしますよね。もしあれじゃないか、旗だから風邪奥まで歩いてんじゃないかな、ワンチャンあるよね。池の周りを一周歩くのは全然苦痛じゃないんですよ。距離だけで言えばね、ついやなのが絶対虫いますよね。今日虫よけスプレーとか持ってきてないよ。降りたくないな、しょうがない。まあ今日堤防の上を歩けるのか。あとこれ狭間池って書いてますけど、看板で上がっちゃいけませんよとかも書かれてなかったんで問題ないでしょう。おーいいね。確かにこの池はね、 Google マップだと大池と出るんですよ。やっぱりね、あの辺を堤防の上を歩く勇気はないので、降りましょう、道を歩きましょうね。その方がまだマシです。真正面が駅ら辺のはずで問題ない、余裕だわ、走る必要もない。こちらはもうほとんど一周し終わったんですが、ご覧ください、第4種踏切です。あっちからは来ていない、こっちからも来ていない、じゃあ大丈夫だとね。ここから万能町らしいですよ。へえ。ってことは何、この狭間駅は市と町の境にあるの。待って、市じゃないか、こっちもこっちだ、矢川町かな。着いた、戻ってきた。この駅のね、駅を一周したからなんかしばらくいた気がするけど、岡田の方が全然いましたからね。それでね、もし次の列車にミリが乗っていて同着になった場合ですよ、もう一本早ければ勝てていたのにな、そういうことが言えるわけですが、それにあたって阪神の順位がもう一つ良ければ、そのような言い訳をすることができます。この負けは阪神のせいだとね、そういう主張ができてしまうんですね。ついにね、この時が来ましたよ。この時が最後のルーレットですよ。当然ね、もうこれがどう考えたって最後。え？ちょっと待って。ちょっと。え？いや、ちょっと待って。岡田まではさ、岡田まで。すごく順調だったじゃない。別にあれですよ、あの滝宮についてもね、一発で6打者一発で琴平行けるんで大丈夫。滝宮神社にお参りしたらいいだけですよ。ただね、もうさすがにミリも次の列車には乗ってる気がするんですよ。だってさすがに来なさすぎですもん。だとして得ないでやつが降りればまだいいんですけど、降りなかったらちょっとなんかね、もう負け確じゃないですか。
このね、園内の駅も初めて降りるんですけど、あそこにね、でかい建物見えてるじゃないですか。あの辺がもう琴平の町なんだと思うんですよ。だってあの建物見覚えあるもん。で、次の実行行きは16時15分。まあまあまあ、15分ですよ。琴殿琴平の文字が目前に迫っているというのに、竹宮に戻らないといけない、なんていうことだ。あとさ、これ竹宮天満宮で今後の運勢を知るってさ、今日の運勢が今日なのは分かりきってるっていうのと、ミリが上の方で、高松の方で詰まってたら、それぞれが全体的にイベントを消化していくっていう、変な面白い展開が出来上がっている可能性がありますね。琴平であって、お互いがどんな感じだったのかを聞くのが楽しみですよ。竹宮に来たんですけど、折り返しとね、琴平駅が8分で来ちゃうんですよね。さすがに取れないと思うんだよな、どう頑張ってもね。4分で天満宮に行っておみくじして、4分で戻るってことはね、多分ね、不可能なので、これは諦めるしかなさそうですね。今ルーレットを回してね、4だったので、狭間なんですけど、さあ、というわけで琴平駅に、まあ、無事来れたということで、どちらもが結果発表ですか。まず僕から、はい、僕はですね、最初ゴールできました。できた。5時間32分で到着しました。さあ、そしてそこから3時間経っても来なかった。ちょっとどうなってるんですか、これ。ちょっと9文字で説明してください。これ岡田出ない、ふざけるな。実際どうでした、やってみて。初めてやってみましたけど、実際どうでした。ちょっとね、岡田と江田がひどすぎる。まあ、そこはね、僕もちょっと疑問だと思いながら、僕の母親と作ったんです。さあ、またこういうのもね、やっていこうと思うので、瀬戸大橋線とかでね、やってみるとね、1日じゃ終わらないんじゃないかというね。小島栄でか往復とかさせられたら最悪、はい、ちょっとね、そういうのも考えていきたいと思うので、種別がある路線はどうするか難しい。まあ、そこも含めてね、やっていくということで、というわけで今回はここまでです。ありがとうございました。